ロイ・リキテンスタインはアメリカ合衆国の画家、アンディ・ウォーホルラと共にポップアートの代表的な画家。新聞連載の通俗な漫画の1コマを印刷インクのドットまで含めてキャンバスに拡大して描いた作品群で有名。漫画の持つ単純だが強烈な線、単純化された色彩などの表現力を油彩で表現している。リキテンスタインは1923年、 ニューヨークに生まれた。1940年、オハイオ州立大学美術学部に入学。途中、兵役期間を含んで、第二次世界大戦後の1949年、同大学で修士号を取得している。卒業後も大学に留まり、1949年から1951年まで、講師を務めた。初の古典は1951年。 ニューヨークのカールバックガローで開催している。1950年代には、製図工、大学講師などをしながら、生計を立て、当時は最新の抽象表現主義風の作品を制作していた。リキテンスタインの代名詞となっている、漫画のコマを拡大したような作品は1960年代、初頭に登場する。彼は、自分の子供にミッキーマウスの漫画を描いてやった時に、 従来の、いわゆる芸術としての絵画よりも、漫画の方が強烈なインパクトと表現力を持っていることに気がついたという。彼の作品では、事物は全て太い輪郭線で囲まれた平面として表され、色は原則として三原色のベタ塗り、陰影はドットの大小や密度で表現されている。こうした通俗的、類型的な表現の中に美を見出したところに、 彼の独創性があると言えるであろう。また赤、黄、青の三原色と白、黒に限定した色使いは、モダニズムの抽象画家であるピエトモンドリアンにも共通しており、漫画の平面性を強調した画面は、同様に平面性を強調した抽象表現主義から連続しているところもあった。後に漫画のみならず、古今の名画を同様の平面的な手法で描くシリーズや、 絵の具を分厚く塗った筆跡のような平面性とは、対極にあるものを漫画のように平面的に描くシリーズなども展開している。色使いも、後に三原色以外の色も使うようになり、また、絵画の中に鏡面を取り入れたり、立体作品の制作なども手掛けるようになった。1995年に京都賞思想、芸術部門を受賞した。ありがとうございます。